はい、おはようございます。なんと今は朝の3時半です。これからどこに行こうかと言いますと、これから朝の釣りに行ってきます。まあね、何が釣れるかわかんないですけどね、一応狙いはイカと、アジですね、小アジですね。はい、もうかなり眠いですが、安全運転で現場に向かいたいと思います。それじゃあ行くぜ。はい、到着しました。ここはヒラリーズボートハーバーですね。ちょっと暗すぎて釣りしてるときは撮影できないかもしれませんが、なんか釣れることを願ってやっていきたいと思います。真っ暗ですね。こちらでは豊さんがイカを釣っております。イカはどうですか？イカはダメなんですね、今日は。釣れました？いや、引き続きアジ、ヘリングですか？なんかですか？おい、そんな感じで、まあ、ちょっと日が昇ってきて、まあ、ちょっとずつ魚が釣れなくなってきたんで、これから、まあ、引き上げる形に引き上げました。いや、結構釣れましたね。で、これからさっき一緒にいた人ですね、がまたお店で仕込みがあるということで、ちょっとそこに、軽くお邪魔して、そこで魚を広げて今日どれぐらい釣れたかちょっと披露していきたいなと思います。それじゃあまた後で。はい、帰ってきました。こんな感じですね。豊さん、何匹だと思いますかこれ？もうちょっといますね。大体1列7の3、21、22、23匹ですね。プラスカマスが2匹。豊さん何匹釣りましたかね？20匹ぐらいですか？35匹ぐらい減ってるで。あ、まあそうですね、いくつか逃がしたんで僕も多分7匹8匹ぐらい釣ってるんで、まあ、もっと本当は30匹ぐらいいるんですけど、まあ今日の釣果はこんなもんですね。やっぱ店に売ってるやつと全然違いますね。目の色が全然くすんでない。めちゃくちゃ綺麗ですね。さすが釣りたて。このカマスは豊さんが釣った2匹ですね。まあとりあえず、まあ6匹7匹ぐらい家に持って帰って、残りは豊さんに託したいと思います。はい、帰ってきました。
今だいたい時間にして9時ぐらいですかね。うん、まあちょっとだいぶお腹が空いてるんで、まあ、朝ごはんと昼ごはんの兼用で、アジを食べていきたいなと思います。新鮮なうちにさばいて食べたいんで。で今日は、まあ、本当に新鮮なんで、まずはアジのお作り、刺身で食べていきたいなと思います。でもう一個が、まあ、前回の、キスの天ぷらのリベンジということで、アジフライを作っていきたいなと思います。それじゃあ行くぜ。はい、今日釣ってきたアジがこんな感じですね。だいたい僕は1時間ぐらいですかね、釣ってた時間で、だいたい6、7匹ぐらい釣れたんで、さっきの20何匹から、6匹だけいただいて、持って帰ってきました。もうこの目がね、さっきも言いましたけど、くすんでない真っ黒い状態で本当に新鮮ですよね。色が綺麗、そしてなかなかいい大きさなんですよね。20センチぐらいあって結構食べ応えがあるんじゃないかなと思います。でこの3匹を、アジフライにして、3匹を刺身にしていきたいなと思います。それじゃあ全部パパッと鱗だけ取っていきます。はい、ではこちらの3匹を使って、まずは、お酢姿作りを作っていきます。では1匹ずつさばいていきます。で一番大きそうなこの個体ですね、この個体を一応残してやっていきたいと思います。お腹も切って、ゼゴを取り忘れましたね。この辺でちょっと落として、はい、反対ですね。はい、まあこんな感じで頭つきが取れました。これは取っておきます。じゃあ他の3匹はアフガニ2匹は普通にさばいていきましょう、忘れず。これはもう頭を落としちゃいます。でお腹を割って中を洗っていきます。はい、じゃあ中が綺麗に洗えたので、大名おろしですね。うまくいくか。あんまり大名おろし得意じゃないんですけど。ここですよね。なんかここがうまくいかないですよね。はい。こんな感じですね。はい、こんな感じですね。まあ、なんとか開けたって感じですかね。じゃあ、ここから腹骨をすいていきます。はい、じゃあ今度は刺身にしていくので、この真ん中に入っている血合い骨をピンセットで抜いていきます。はい、それじゃあここの皮を剥いでいきます。これがね、うまく剥げないんですよね。
押さえて包丁の背でこんな感じですね。ここにきっかけを作ってあげて押さえてこう掴んで掴めない。つつつつつつつ、あ、はい、こんな感じですね。それじゃあここでこの骨ですね、骨をまあこんな感じで立てていきたいんですけど、どうしようかな、ちょっと変わった形でぐるっと、あ、いけるか、よいしょ、まあ、もうちょっと違ったな、まあいいか、ちょっとお皿大きいですね、まあいいか、こんな感じで立てていきます。でここに毎度恒例わかめを腹綿の部分に置きます。でここにはしそですね、しそを引きます。そしてまあなんとなくで切っていきますか。これは捨て柵で、ちょっと待った、はい、ではですね気を取り直して、今ちょっとですね一応念のため10分ぐらい塩水処理をしてました。ということで早速またちょっと切っていきます。はい、完成ですまあなんちゃってですけども、はい、アジの姿作りですね。はい、じゃあ今度はですねこの3匹を使ってアジフライですね、アジフライの作っていくんで1匹ずつさばい開いていきます。こうか、悪くないんじゃないですか。
こんな感じでどうでしょう。はい、こんな感じですね。ちょっと腹開きをして失敗したやつと、こっち背中背開きですね。で、まあ、それなりな格好ついたやつですね。はい、こんな感じで3匹、フライにしていくぜ。もう疲れたぞ。おい、それじゃあですね、これからパン粉をつけていきますよ。じゃあまずこれ、なんだこれ、この形は余計なのを払ってつけます。ちなみにこの卵の中にちょっとだけマヨネーズ入ってます。はい、しっかり両面につけますよ。よっしゃよっしゃ、油も温まってきましたね。じゃあ揚げていくかぜ。一匹ずついくか。ちょっと油の温度低かったかな。しっかりと尻尾までいってくれ。2発目、ひゃー、できればくるって回らない方がいいからね。最後これ、何やこの形は、本当に。はい、完成しました。釣りたてアジのフライ、アジフライです。カボスもね、ここにあります。うい、もちろんご飯も炊きたてですよ。よいしょ、ちょっと片手だと難しいけど、よいしょ。まあ、米は少なめでいいか。よし、こんな感じで。はい、じゃあ食べていきます。いただきます。じゃあまずはあったかいうちにですね、うん、このアジフライいただきます。うん、サクサク、ふわふわサクサクでめちゃくちゃうまいですね。うん、やっぱアジフライうまいわ、間違いない。うん、キャベツも、うん、本当はタルタルソースが作りたかったんですけど、そこまでの記録は、うん、アジもちょっと小骨が気になるぐらいで、全然食べやすいですね。ちょうどいい大きさ、うまいっす。じゃあ次ですね、こちらアジ刺身いただこうと思います。これ何だと思いますか。この茶色いの秘密です。じゃあこれに つけていただきます。幸せや。あー、うまい。なんか一応新鮮だったんですけど、さばいてるとき、
やっぱちょっと生臭いなと思ったんですよね。だから途中で塩水処理をしたんですけど、今全く臭みがないです。むちゃくちゃうまいです。うん。これが食べたかった。100% 天然のアジなんで、もしかしたらアニサキスがいるかもしれないんで、めちゃめちゃ噛んで食べます。最高ですね。釣りに行くのも久しぶりだったんですけど、釣った魚を食べるっていうのがもう何年ぶりだな、もう覚えてないぐらい昔だったんで、まあ、こうやってうまくこうやってちゃんと調理して食べれるのがすごい幸せですね。まあ、こうやって自分で捕まえて調理したら一応6匹これタダですからね。ただ、じゃあちょっとアジ満喫タイムに入りたいので、ここから撮影を気にしないで食べていきます。なのでいただきます。ふう、美味しかった、ごちそうさまです。はい、ということで今日は新鮮なアジを使ってアジの姿作りとアジフライ作っていきました。やっぱりですね、まあ当たり前なんですけど、今までさばいた魚の中では一番ズバ抜けて新鮮でした。うまかったですね、本当に。特にですね、この刺身ですね、刺身が、まあ、もちろん新鮮っていうのもあるし、塩水処理もしたっていうのもあるんですが、全く臭くない。もう本当に、本当に、料亭で出てくるような、アジの刺身みたいな感じでしたね。言い過ぎか。そうですね。まあもちろん、アジフライも、ふわっとしてて、本当にサクサクで美味しかったですね。実際これが、6匹で、お金かかってないですからね。ガソリン代ぐらいですから、めちゃめちゃいいですよね。多分6匹、この、大体20センチ強ぐらいの大きさのものを買うと、おそらく、まあ10ドルちょっとはするんじゃないですかね。めちゃくちゃ良かったです。まあただ朝3時起きで4時から釣りっていうのはちょっと大変ですけどね。まあまたこのアジ釣りは行きたいなと思ってます。その時は、まあアジのかば焼きだったりだとか、まあせっかくなんでアジの握りとか作りたいですね。はい。そんな感じで今日の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございます。まあ、またいろんな動画を撮っていくので、よかったら見てください。それじゃあ